アーサー・アッシュはアメリカ・バージニア州リッチモンド出身の男子テニス選手。本名はアーサー・ロバート・アッシュ・ジュニア。四大大会男子シングルス、3勝を挙げる。シングルス自己最高ランキングは2位。キャリア通算でシングルス33勝、ダブルス14勝を記録した。彼は四大大会で男子シングルスを制覇した初の黒人選手であり。 1983年にヤニック・ノアが全仏オープンで優勝するまで4大大会で男子シングルスを制した唯一の黒人選手だった。アッシュは公園の管理人だった父親の元でテニスを始めたが幼少期から人種差別の影響によりジュニアのテニストーナメントに参加できなかった。10歳の時に黒人医師のロバート・ウォルター・ジョンソンと出会い彼の支援を受けるようになる。 ジョンソンはアッシュを自宅に同居させ、学業とテニスの両面で、多大の援助を与えた。公民権運動の高まりとともに、アッシュも徐々に試合出場の機会を得られるようになり、1960年と1961年に全米室内テニス選手権で2連覇を果たす。そうして、カリフォルニア大学に入学の道も開かれ、全米大学テニス選手権のシングルス優勝も、 達成した。1963年から男子国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手に選ばれ、黒人のテニス選手として初めてデイハイでプレーするようになった。1968年の全米オープンで4大大会初優勝を果たしたとき、アッシュは陸軍中尉として兵役についていた。この年はテニスの歴史を通じて最大の転換期であり、 これまでアマチュア選手しか出場資格がなかった四大大会にプロ選手も出場を認められたオープン化が実施された年である。そのオープン化措置の下で行われた最初の全米オープンでアッシュはプロ選手のトム・オッカーを14から12、5から7、6から3、3から6、6から3で破っている。黒人テニス選手の四大大会シングルス優勝は 女子で1950年代後半に活躍したアリシア・ギブソンが5勝を挙げていたが、アッシュは男子選手として初の黒人チャンピオンに輝いた。1970年に全豪オープンでも優勝し、4大大会2冠を獲得する。この大会では、オープンか、以前、1966年と1967年の全豪選手権で2年連続の準優勝に、 甘んじていた。翌年の1971年全豪オープンでは、決勝戦で地元オーストラリアのケンローズウォールに敗れ、大会連覇はならなかった。1975年のウィンブルドン男子シングルス決勝で、アッシュは大会前年優勝者のジミー・コナーズを6から1、6から1、5から7、6から4で破り、4大大会3勝目を挙げた。 これはアッシュが32歳の誕生日を迎える数日前の名勝負であった。1981年から5年間、デビスカップのアメリカチーム代表監督を務める。現役引退後はアメリカテニス協会のジュニア育成委員として活動し、1985年に国際テニス殿堂入りを果たした全米オープンのセンターコート。アーサー・アッシュ・スタジアムの名前があるアッシュは、 成長期に受けたロバート・ウォルター・ジョンソン一種の指導を守り終始一貫して紳士的なマナーとスポーツマンシップに徹した選手だった。リチギな人柄で当時のテニス界から深い尊敬を受けた。アッシュは早くから心臓疾患に悩まされ、1979年7月に36歳で最初の発作を起こしている。病状は徐々に悪化し、1 9 8八年に 心臓手術を受けたが、その際に施された輸血の影響でエイズウイルスに感染した。1992年にアッシュはエイズ感染を公表し、最晩年はエイズとの戦いでも前面に立ったが、1993年2月6日に49歳の生涯を閉じた。アッシュの成去から4年後、1997年に全米オープンの会場に、 新しいセンターコートが建造され、彼の功績を称えて、アーサー・アッシュ・スタジアムと命名された。その会場式典では、ジョン・マッケンローが、彼は偉大なテニス大使だったとのスピーチを行った。このコートは、最大収容人数2万5千人の規模を誇る、世界最大のテニスコートである。ありがとうございます。